いや、これ始まってんねん。始まってます。もう慣れたぞ、さすがに。ヤッホー、ヤッホー。今日は祝賀師の安幸さんに来てもらいました。どうせよ、お邪魔します。自粛妖怪、祝賀師安幸です。お願いします。何年も動画出てもらいました。え、でも一番コラボしてくれてんじゃん。実はですよね。俺らが実はの実は。そうやね、多分祝賀師の、まあ、メンバーの中で結構安幸さんには、もう今まで恋愛相談をよくさせてもらってましてですね、プライベートで。まあそれはあんまり否定はせえへんけど、ね、恋愛相談っていうか、まあだからほんまお互いぼやきみたいな。うん、ちょっと聞いてくれませんか。そうやな、道端会議みたいな。いやマジでそうやろ。こんななんかアドバイスだけ出てきたい。安幸さんには私付き合う直前の時も2人でご飯三茶に行って。ああそうやね。なんか次の日千葉行くんですみたいな感じで、ね、そうデートしに行くんですよ。で付き合った後に祝賀師とコラボして、その後、うん、今に至るんで、なんかそのいい感じにいろんな分岐点のとこでちょうどこう会ってもらってます。いえいえ、何をしますか。付き合ってどのぐらいなの。今もう半年経ちました。いいね、ございます。めっちゃ可愛いの頼むやん。今あの大阪の堀江っていうおしゃれカフェとか古着屋さんとかが多い場所来てます。楽しいことが多いですよ。おー、そうそうやろな。なんか見てる感じそうやで、ほんまに勝手に今日会ってる感じとか全然違うね、昔と表情とか。え、それめっちゃ言われるんですよ。ほんまやろ。そうやろ、全体的にオーラが明るいよ。悩んでた時はあれいつか忘れたけど、あの三茶で飲んだ時あったやん。あの時更新でました。あの時ほんまにすごかったよ。ほんまに落ち込んでんねやな。いろいろ人生積んでるみたいな感じで。そう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 、なんか結構悲壮感漂ってて。いやでもまあそういう話聞いてたら別にそうなるなと思うし、別に人生生きとったらそういうこといっぱいあるやん、別に落ち込む時、うん、全然そういう、別にそういう時タイミングだよなと思って話聞いてたけど、だから最近めっちゃそんな別に頻繁会うわけじゃないけど、でも撮影する時とか、それこそちょっと電話で喋った時とか、こういうのも俺ちょっと相談してん、それこそ俺が嫌で、はいはい、時とかちょっと喋る時とかにめっちゃ明るいから声のトーンが明るかったです。全然違う。だからもうそれだけでちょっとええ人なんやろなって感じるもんな、向こうはな。嬉しい。彼氏さんが合ってんやろな、ヤデに。その悩みがもう解決したから言えるんですけど、私がもう一方的に言い方気をつけないと変なギクシャクしてしまうかもしれないとか、そういうのいろいろ考えたら相手に伝えれないっていうので、ね、でもちゃんと言えたよ。言えました。えらいな、嫌われるみたいな感じなのかな。やっしー、めんどくさい女の子がいたからとか、楽しい感じの雰囲気になってたらちょっと言いにくいとか。まああれな、俺嫌やね。ね、どっちかって言ったらもうすぐ言ってほしいみたいな。言ってほしい、言ってほしい。どっちかがお悩み抱えてるままさて一緒に会ってても、まあ、全力で楽しまれへんってことですもんね。そうそうそう。え、逆に怒られたことは。怒られる。なんかこれ残念みたいな。私が例えばダイエットするって言ってんのにいっぱいご飯食べた時にその時に普段見せへん感じで、え、ほんまに自分意外にしんやみたいな感じでなんか怒られそうになりました。めっちゃ可愛い。する気ないやろ絶対。こんなもん飲んで、だって今からケーキ食うんだよね。向こうは基本穏やかなんで。いやでもほんまにさ、最終的によ穏やかな人が一番いいと思うね。思います。いやほんまにこう刺激を求めてさ、トゲトゲしい人に惹かれるのは分かるんですけど、最終的には穏やかな人がいいですよ。ニナニちゃんとコラボしてる人はみんなが思ったんですけど、自分の仲いい女友達に近い相手って感じでなんかその探したらなんかフィットするんじゃないかみたいな感じのことを言ってて、なんかこう、あ、一緒や。不思議な時間。大学の時の友達がよく二人でなんかうちらなんでなんかその好きなものとか、 なんかその好奇心に対してのそういうのとかも合ってないのにこんな仲いいんだろうねとかって言ってて、ただなんか笑いのツボとかが一緒なんですよ。外に冒険しに行きたいとかそういうなんか熱い感じのそういうところで仲良くなったっていうよりかはなんかその家で一緒にテレビ見ててずっと笑ってる感じが楽しいみたいな。その友達に今その付き合った人がなんか似てるなと思って。なんかさ、俺さずっと思ってる持論があって、はいはいはい、究極好きなもんが一致してるよりこういうことしたくないなとかこういうのって人としてあんまり好きじゃないなっていうのが一致してる方が俺幸せやと思ってる。あ、それお母さんが言ってました。お母さん見てる。もうそこに行き着いたんですよ。いや俺はそれずっと思ってんねんけど、それはどうなん。やっぱ近い。例えばさ、ヤデ、うん、とか言ったらさ汚い言葉あんまり使いたくないみたいなあるやん。それかも。だからその友達にしろ周りの人にしろ、なんかその自分が長い人って鋭い言葉はあんま使わんとか仲いいって、そこですね。私のお父さんとお母さんも特に仲がいいってわけじゃないんですけど、一緒に出かけるってなっても電車でどっかみんなで一緒の目的地に向かうときに
そのお互いに違う別車両に乗るぐらいなんですよ。でもなんかそのお母さんが仲は良くないけど、そのお互いのこういう人あんま苦手とかっていう部分が合ってるからなんか続いてるんやと思うみたいな感じのこと言ってて、そういうのなんかなって思って。いやでも俺マジそこに行き着くと思うね。確かに嫌いなものが同じの方があれなんですかね。いや俺はなそう思うと思う、多分、うん、結構バラバラでもいいね俺だから、うんうん、だから俺めっちゃ例えば野球好きなんやけど、今日はめっちゃサッカーファンで別に、うん、それよりまあだからさっき言ったことやのがなんかずれてる方向俺来ててしんどいとこ一緒、うん、自分ルールみたいなのあるやん、だ人のもん取らへんとか例えばさ、うん、そんな当たり前やんか、 なんかその自分に強要するまでもない自分ルールみたいなのがその合ってるとすごい楽なんやなとはめっちゃ思うかな、うん、なんか友達で前言ったのがもし自分の好きな人がループ逆走したらどうするっていう話しててどんなトークテーマやね、まあ、実際にその子がまあいいなと思った人がなんかループ逆走する人やったらしいんですよ、はい、おーなるほどな。でもなんかそれって結構大事じゃないですか。大事やな。今度はだからそれ増えすぎてきたらしんどいんや、うん、年齢とか分からんけど生きてきたら生きてきた年数のせいなんか分からんけどそれが今度増えてきてんねん、自分ルールみたいな、ここはこうしてほしいなみたいな人がなんか増えてきて、それはそれでちょっと逆にだからできづらい減点方式になってるからよく余計あかんねやろなって感じ。 それはそれであかんねん。それがそれで増えたら逆にそこでつまずくんですよね。いやだから多分もっと絶対絞った方がいいと思う。ここだけは譲れんみたいな。そうある、これ捨てたら逆にめっちゃ冷めるみたいな。俺とかで言ったら俺は絶対冷めるとまで言わんけど好き嫌いめっちゃ多い人めっちゃ嫌い。でもそれはほんまにもう育ちやから俺結構その厳しかった親がそれはめっちゃ厳しかった。好き嫌い嫌いでもちゃんと食べろみたいな。例えばこういう時に出てきた時に例えばブルーベリー苦手ってなってブルーベリーここに出てきたやつは食べろみたいな感じやってもやる、うん、そういう人が多すぎるとめっちゃ苦手、うんうん、アレルギーとかもちゃんちゃう。私あるかもですね、一緒に食べに行ってる時とかにゲップとかしたら。あいません、たまに男の子とかで。そのやっぱ焼肉とか行ってて、いや分かるでみたいな、胸上げしそうなタイミングも分かるけど君なんかみたいな感じで初対面でゲップしたよなこの人。いやめっちゃ分かるで。女の子とかいいんですよ仲良くなればいいんですよ。でもその時点で多分意識されてないっていうことはあるよな正直。多分せえへんでよっぽど男そもそもね。そう、生クリームってさめっちゃ甘すぎる生クリームない？ありますね。これめっちゃいいよ。ちょうどいいです。ちょうどいいよね。あのスタバのホイップとかめっちゃ美味しくないですか？ああ、うん、フラペチーノのホイップスタバ爆食いとかして気持ち悪くなるよ。たまになります。嫌ではじゃあさ今の人とその結婚とか考えたりしてるの正直？今のもまあこのまま過ごしていけたら結婚したいなと思います。おーいいね素敵。カメラがちょっとあの新しくなりました。オーバーヒートして新しくなりました。これアルダルですね。で結婚しようってどういうタイミングでお互いになるんですかね。この人と結婚しようって分からん。私もめっちゃなんかめっちゃアホなことを言った時があって、去年の10月に結婚式がコツコツ続いたんですよ。やっぱ人の結婚式みたいなすごい熱くなるじゃないですか。そうやな。それが2日連続続いたんで土日って、うん、その結婚式終わったその後に会ったんですよ。ブワーッと走って結婚しようみたいな感じで。え言ったん？確かに言って、うん、結婚しよう、結婚式行って思って結婚ってええわみたいな感じでめっちゃ笑ってましたもんこうほんま結婚式見たらめっちゃ感慨深くないですか？まあそうやね。え、嫌です。結婚式したい人？自分のしたいですね。え、したくないですか？いやちょっと恥ずかしいから勝つ。じゃあ身内だけでみたいな。あ、まあまあそれは理想やけどな。それこそ仲いい友達とかだけ呼んでまあねぐらいやったら仲いっぱいになりました。なんか俺ら前もファンクリ行ったみたいなかった鎌倉の。そうそうそう。ちなみにこれ最後に聞きたいんです、はい、結構言うの自分から好きやで、ね、言いますよ。いいね。手打った方がいいよ。向こうは言ってくれるの？言ってくれます。あ、いいね。私はいつも大体溶けるんですよ。いやこっちの方が好きやから分かってた。そんなタイプの、あ、そんなタイプの女子とあんまり付き合ったことないんかな、そういうわけ。あ、おちょけてる女子みたいな。好きやでって言ったら、あ、ありがとう、好きやでぐらいで終わってきたかもしれない。もしか言わない人、あ、言わない人の方が多かったかも。やっぱ言ってくれた方が嬉しいですよ。いや、言ってくれた方が嬉しいよね。いや、俺結構言うタイプなの、うんうん、好きみたいな。あんま言わん、奥手な人いますもんね、女の子。でまあ、こういうさことやらせてもらってさ、なんか男の人が好きって言わないのなんでみたいな、うん、質問とかもらったりするんだけど、うん、俺はいつも思うけど女の子を言わんでって思うで、うん、言わんくないあんまり。シャイな人は言わんかも。そうだね。可愛いって言わないのなんでとか言われて、かっこいいってあんまり言われへんで俺付き合った感じ。こんな何も言われたら嬉しいわけ、うん、じゃあもっと
女子も言ってないのよね。いや、言ってほしいなーって、なんかすみません、最後ヒートアップしちゃいました。全然怒ってるとかじゃないですよ、女子はかっこいい、言っていこう。いや、言ってみんな、スキピに言って、スキピかっこいいと好きは言っていこうっていう話ですね。みんな嬉しいからっていう。いや、幸せやろ、そら。昔なんかそんなに言えなかったですけど。確かになんか言ってるイメージないわ。はい、みたいな感じだったんですけど。そんな感じでずっと言えるんで、着飾るとかもせんでもいいから言えるみたいな。なんか会った時が心配は逆にこんなに幸せそうなね。3ヶ月ぐらい YouTube 休んじゃう。もしなんかうまいことになったら、ほんまに急にひょって3ヶ月いなくなると思います。私多分1時間何も喋らんまま、もうこのままで動画始まって終わるかもしれない。ノーテロップめっちゃおもろいけど、それおもろいけど見たくはないいつもほのぼの会ありがとうございます。いや、大丈夫します。この後僕らの方のチャンネルでも、はい、僕らの方でね、チャンネルでも出てもらってるんです。出させてもらってるので、はい、よかったら週刊誌側もチェックしてみてください。お願いします。じゃあ引き続き、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。一旦じゃあね、みんなありがとう、見てくれて。でも標準語みたいになってますね。いや、そういうのあかんわ。